中国シンガポール蘇州工業園区は、通常蘇州工業園区と呼ばれ、中華人民共和国治安水省蘇州,蘇州市に位置する工業園区。蘇州市街地の東側にあり、西側の蘇州高新区とともに、国内、国外の企業が多く立地しているところである。1994年2月26日に、中国の五義大外貿易経済合作部部長と、 シンガポールのリークアンユー上級省が共同開発で合意して設立された。中華人民共和国民政府による行政区画では、衆都名協力の一部とみなされている。遠ク外協。蘇州工業遠ク。2012年7月14日閲覧。C. アレクシャス A. ペレーラ。ステートコラボレーションデベロップメントストラティジーズ。ザ・ケース・オブ・ザ・チャイナ。シンガポール数所。 インダストリアルパーク、ロンドン、ラウトレッジ。ありがとうございます。